数学に欠けている仕事の話、解説します。算数、数学を学んでも役に立たない、そう思う理由は文章問題にあるかもしれません。それに気づかせてくれたのがこの本。この数学、一体いつ使うことになるの？この動画を見れば、算数、数学の学びにおける仕事の大事さがわかります。数学を伝えたり教えたい人はぜひ見てください。この数学、一体いつ使うことになるの？一言で言えば、小学中学の算数数学の使い方がわかる本です。非現実的に見える算数や数学の文章題、それに問題を感じた著者が100の異なる職業に取材、どの数学をどんな風に使っているのかを尋ね、それを文章題にまとめたのがこの本です。著者はアメリカにおける学校の先生。この数学、一体いつ使うの？そう生徒に尋ねられて、いつでも答えられるわけではなかった。そこで学校の外に出て取材、できた本がこれです。良い本なのですが、単位がヤード、ポンド法なのは日本人としては気になります。メートルやキログラムだと思ってしまうのは手です。もちろん単位換算自体は算数の重要な活用例ですね。元のタイトルは When I We Ever Gonna Have to Use This、 なんだってこんな数学しなきゃならないのか。これは国によらない生徒の切実な疑問なんですね。その疑問に適切に答えられる大人は教師であっても少ないと思います。いい学校に行っていい会社に就職するため、大人になったら使うから言われた通りに学んでおきなさい、そんな回答はよくあります。数学は仕事を絡めると学ぶ意義を説明しやすい、その可能性を教えてくれる本です。例えば面積は何に使うのか、ショッピングモール管理運営の例が出てきます。図のようなスペースがあって、各辺の長さは分かっている。10平方メートルあたり200円でこのスペースを店舗に貸し出している。店舗に請求する賃料を求めよう。面積を求めて、それをもとに請求額を計算する問題です。こういう実用的問題が435問ある本です。構成は次の通り。パート1は算数、分数、小数、平均、割合、百分率、統計グラフなど。パート2は実用的な幾何学、面積や体積、ピタゴラスの定理。パート3は初歩の代数、数式や一次方程式。小学校高学年から中学生のレベル感です。小学校低学年の算数を役に立たないという人は少ない印象があります。これに対して小学校高学年以降、数学になってくると何使うのか隣がち。もちろん難しくてわからないからやりたくないといった別の理由があって、数学は意味がないと言っていることもあります。しかし全て学ぶ人の責任なのでしょうか。文章題そのものが算数数学を無意味だと思わせているのではないか。仕事を例にした文章題を見るとそう感じます。何に使うかわからないけれど、数学の理解には必要だから問題を解く、そういう訓練をしていれば数学は現実と無関係だと思うのは当然でしょう。ネットでよく話題になる文章題で言えば、動く点 P の問題。僕自身はこの問題を解いて何になるのだとは思いませんでしたが、文章を読んで数式を作る、面積やグラフの考え方が問われる、でも現実でこんなこと考えないよ、というのはその通りです。僕が思いつく少し高度な話として、惑星の運動につなげます。高校物理ではケプラーの法則を学びます。惑星は楕円の軌道で運動している。動く惑星がまさに点 P です。中心である太陽との間に図形ができます。一定時間に運動によってできる面積は常に一定である。これは面積速度一定の法則と呼ばれています。太陽に最も近い点、近日点では速く動く、太陽から最も遠い点、遠日点では遅く動きます。現代では天気予報や GPS を支える人工衛星に応用されていますね、といった話は学校の数学の時間では僕は聞いたことがありませんでした。文章題には数学への印象を左右する力がある。現状の普通の問題がつまらないと感じても気にしなくていいです。僕は子供の頃勉強がつまらなかったですが、自分で学ぶ分には今でも楽しくやっています。
もっと実用的に学びたければ、ぜひこの本をチェックしてください。数値を日本用に調整すれば、日本の学校で使える教材だと思います。この本は、仕事と数学をテーマにしています。と言っても、実際に出てくるのは、小学校・中学校の算数・数学です。ということは、実際に仕事で使うのは、簡単な数学なのです。高校や大学で数学を学ぶと、内容が多くて難しく、自信がなくなりがちです。テストの問題が解けないから、数学は苦手なんだと思い込んでしまう。でも、小中学校で学ぶ数学が使えるのって、すごいことなんです。簡単な数学が分かっていれば、この本に登場する仕事の問題はすべて解けます。例えば、会社の経理の問題。現在の売上で総利益率を 25% にするには、どうすればいいか。そもそも、総利益率とはどういうものか。これは定義を確認し、文字、数式をまず作る問題です。その形は一次方程式になるので、中学の数学で解けますね。問題を設定して解けることは、決して当たり前ではありません。中学を卒業したことと、中学の数学を使いこなせるのは全くの別物です。割引の値段をすぐに計算できる。統計グラフから最大や最小を見抜ける。やりたいことに合わせて自分で数式を作ることができる。大人であっても、この本の数学を難しいと感じる人は少なくないでしょう。逆に、それが簡単だと感じる人は、数学に人並みに自信を持ってください。義務教育で学ぶ数学は仕事で十分に役立ちます。数学の問題が解けることは、仕事で役に立つ問題が解けることにつながる。テストで低い点を取るのは悪いことではない。そもそも何か問題が解けるようになるのは素晴らしいこと。実用的な問題が解けると自分に能力があることが確認できます。もちろん仕事のすべてが数学なわけはありません。この本は仕事に出てくる数学的側面を取り出したものです。でも自分には何かができる。人の役に立てることが感じられる。学校でそういう感覚が養えたら嬉しいですね。本の冒頭では数学を学ぶことを加点的に紹介しています。数学に強い弁護士はより技術的な事例を取り扱える。台数が使えるビジネスマネージャーは時間や費用を節約する計算式を立てられる。数学ができないと将来の進路が限られてしまう。という言い方ではない。数学ができるとあの仕事もこの仕事もできるようになる。同じ仕事でも選択肢が広がる。仕事に限らず人の役に立つ問題を解くことができる。数学は人の役に立つ学問だ。そう思える人と思えない人には大きな違いが生まれます。もし仕事や生活で数学が使えないと思い込んでいるとどうなるか。テストや受験のために学ぶものになってしまいます。受験には選抜の要素があって全員が高得点を取ることはできません。つまりテストが解ける人と解けない人は別れ、解けない人は自信をなくす。なんてもったいないことでしょうか。一つ問題が解けることは一つ人の役に立てること。数学を生活や仕事で使えるように考えること。一体学校の数学は何に使うのか。より良い決定をして人を喜ばせる方法だ。数学をそういう視点で見る人が増えたら嬉しいです。数学は役に立たない。仕事で使う数学を知ればその思い込みは変わります。この数学一体いつ使うことになるの？ぜひチェックしてください。動画下の概要欄に Amazon へのリンクがあります。